豆キュン。子供警察官ジャック、火をつけたのは誰？警察官ジャック、今すぐに出動してください。みんなの安全と幸せを守るちびっこ警察官ジャック、出動。ここはちびっこ警察官ジャック、消防署出動お願いします。警察官万能消火器、やーやーはー、ふぅ、おまわりさんありがとう。急に火がついてびっくりした。急に？おまわりさん、うちにも火がついちゃいました。おまわりさん、ありがとう。一体誰が火をつけたのよ。わざを火をつけた放火犯を捕まえましょう。こんにちは、僕はちびっこ警察官のジャックです。焚き火を見せてもらえますか？僕はここに来たばかりで何も知りません。これだこれ、ブルドックさんが放火犯だ。焚き火をしてあちこちに火をつけたんでしょう。違う、僕は今着いたばかりだし、テントを張るのに夢中だったんだよ。ブルドックさんは放火犯じゃないです。薪に火がついてから時間があまり経ってないし、ピーターとルナは急に火が現れたと言いました。じゃあ一体誰なんですか？あそこでバーベキューをやってるオオカミ。すみません。どうしたんですか、おまわりさん。近くで火事が起きていて、誰かがわざと火をつけているのではないかと調べてるんです。僕じゃありません。今バーベキューをしていたけど、子供たちがいるからずっと気をつけてるんです。キャンプ場には火をつけた犯人がいない。ならば火事が起きた場所はこことこことここ。道に沿って起きてる。この道をたどって行ってみよう。こんにちは、僕はちびっこ警察官のジャックです。キャンプ場に火をつけた放火犯を探してるんです。もしかして周りで怪しいことを見ませんでしたか？いえ、見てません。ご覧の通り、僕は今風邪をひいちゃって。それじゃあ、ちょっと待って、ドラゴン、あなたを森のキャンプ場の放火犯として逮捕します。はい。どうして？ドラゴンさんは風邪をひいたと言っただけなのに。ドラゴンは火を吹き出すことができるんです。口元の煙がその証拠です。しかも今風邪をひいたそうです。くしゃみをするときに火を吹き出した可能性が高いです。そうでしょう？はい、でもわざとじゃないんです。防炎マスク登場。ドラゴンさんは防炎マスクを必ずつけてください。はい、おまわりさん。すみません、失敗でも火をつけないように気をつけます。ちびっこ警察官ジャック、任務完了、警察署へ出発。バイバイ。
チャンネル登録してね。